学童するなり着陸団の学童なり岩学童より光学童より光れるは共に見なり人実法界でも真実忍耐なり生じ古来真実忍耐なりこの身体を巡らして重悪を離れ八戒を保ち三宝に帰依して鮭出家する真実の学童なりこのゆえに真実忍耐という高学必ず自然権の下道に同ずることなかれ百条大地禅師のいわくもし本性上本下脱自らこれ仏自らこれ禅道の下を主せん者はすなわち自然下道に属すこれら感化の羽にある学道のシャック類徳なり発聴して霊路をはじめになり滑落して与党を得るなり悪言指針徳道に陰説法なり悪言他心徳道に陰説法なり悪不言指針徳道に陰説法なり悪不言他心徳道に陰説法なり外資不意説法なりしかあるに寄進するところに幼少死去することあり車両するところに干潮徳随することあり例え煩悩より先に発足学道すれどもなおこれ自らが自尊として増長するなり人実法世界というは十方面ともに臨界なり東西南北四類上下を十方という他の表裏融合の偶人なる事実を資料すべし資料するというは忍耐はたとえ板に軽下せらるというとも人事不法なりと体感し欠条するなりこれ未曾門と聞くなり応答なるゆえに回答なるゆえに忍耐は次第豪になり大人ともに本部の偶人するところにあらず少女の参及するところなり多体一人に十方を体感すべし十方は一人に納活するにあらずあるいは一人に相当仏典を混入しあるいは相当仏典に臨界を混入せりこれより混入せり混入これよりなれり陰もの道理すなわち陰実法界真実忍耐なり一年天然の邪見なろうてからず海上にあらざれば公共にあらず人実法界は八万四千の説法文なり八万四千の南米なり八万四千のダラミなり八万四千の説法文これ天法輪なるがゆえに法輪の天井は豪快なり王子なり法域なきにあらず真実忍耐なり今の何今の我人事法界真実忍耐なる人なりこれらを釈迦することなく学道するなりたとえ三大阿僧利行十三大阿僧利行無量阿僧利行までも写真受信し持てゆく必ず学道の時節なる進歩逮捕学道なり大敗門人するすなわち同志いい気なり、古木を不可とし、視界を混ぜず、しばらくの寒暖あらず、適日は短足なりといえども、学道は重温なり、鮭出家せる風流、たとえ少年なりとも娼婦に混同することなかれ、八景たとえ教頭すとも、伝語に不正なるにあらず、
の論に比ずることなかれ、野生真理の際に登ることなかれ、まあ、そこまで。真学道というのは、見て学道をするなり、着陸団の学道なり、まあ、そういうと、まあ、これ、ざっと読めばですね、こちら側の着陸団ね、生肉の体を持って、そして向こう側の、その、仏道を、学道する。という、まあ、そう見えるな。しかしながらね、ここじゃそうでない。というのは、次にね、身は学道より来たり、学道より来たれるは共に身なり、人事法会これ、これはこれ、真実忍耐なり、生じ古来、真実忍耐なりとこうある。つまりね、この身は学道より来たるということですね。この身は学道より来たるって突然に言われても困る思うんだけどね、この辺のところ、その、今日の問題としてね、よくよく考えておきたいところですね。今日の問題ってどういうことかというとね、大体この社会っていうのは、人間がたくさん住んで成り立ってるわけです。その人間はというと、みんな子供を産むから、それで子供を次から次へと産んでいくから、この社会が、人間がこうあるわけですね。で、まあ私今年の、正月の年賀状に書いたけど、思うところは我が子も他人、命としては確かに続きっていう、そういう言葉書いたけど、このあれなんですね。これがね、一時代前はね、思うところも我が子は我が子、命としても確かに続きと、まあそういうところだ。ところが今の時代はね、そうじゃないんだ。昔は儒教的な、東洋の場合は儒教的な世界でしょ。儒教が、行き渡ってて、で、家っていう。東洋の世界、西洋の世界と比べると、そこら辺が面白いね。東洋の世界は家っていう、あ、制度がこうきっちり愛したのね。あれ、まあ孔子様のせいかもしれないね。今でも孔子様の子孫が信濃中国にはちゃんと連綿として残ってるんだっちゅうからね。で、まあ今の天皇家でもちゃんと残ってるんだ。この家っていうあれがきっちり決まって相続してきてるわけだ。ところが戦後、まあ敗戦後ぐらいならしょうがないな。もうそれめちゃめちゃにされてさ、それで家っていう制度を、めちゃめちゃに破壊したわけだ。ところがそれに続いてですね、家っていうものがないと、もういや大体この家っていうのはね、私なんかはちょっと50年早いなと今つくづく思うね。それが私なんか始めるの子供の時から、家なんていうものは考えたことなかった。それで純粋なりっ子の人間として自分を自覚し始めるもんね。そうすると純粋な自分一個の人間として考えるとすると、これ一体何のために生まれてきたのか、どっちの方向を向いて生きればいいのかっていうの、これが問題になる。その頃は私の、まあ
式の頃ね、北戦争前ですよ、もちろん。その頃は北だ、大体、中軍愛国でさ、それでもって、親孝行っていうのはもう決まってた。それに対して私は、自分一個の人間というものを考え始めたから、そんなものが知れなかった。そして、自分一個の人間としてどっちの方向を向いたらいいのかって、悩み始めたわけですよ。で、あっちもこっちも聞けると、誰もそれに答えてくれた人間がいないんだから驚いたんだね。私のその、あれだ、中学から先は、それでもって大悩みしたわけだ。それで、ところがさ、それで、まあ、親に、どっちの方向を向いていきたらいいか。その頃、普通だったら、もう、家っていうものを考えて。で、どうせ、親の後を継ぐって、いうことですね。そして、まあ、日本国民としたら、天皇のために、忠義を尽くすっていうのは、これはまあ、常識だ。最初、それで、まあ、みんな、戦争でも一生懸命行って、それで急に敗戦国になったら、その辺が、価値観がガーッと変わらざるを得なくなったわけだ。要するに、天皇のための働きゃいいもんだって決めてきて、そして、あしたけど、日本国家のために働いてあげると、急に天皇家はもう、何の価値もなくなったってことになるとね、俺は一体何だったって、それでみんな虚脱状態になったんでしょ。それで戦後はだから家っていうのを破壊する崩壊するわけだ。そしてね、結局の話、まあ私の場合、まあ16、17の頃だからもう55、6年も前の話だけど、その頃私考えたのはね、何のために生まれてきたのか、どっちの方向を向いて生きなきゃなんないのかっていうのをね、教えることもできないくせに親は俺を習ったって。それじゃあ俺は親父とおふくろの夜鍋のカスかって。そういうふうに結論せざるを得ないじゃん。いや、それだからね、私今の若い世代ね、のやつの気持ちよくわかる。一体何で俺を見やがったね、いうの。そして、私の場合、それが何で見やがったって言ってね、で、それが人類としては全く狙いがついていないでみんな子供を産んでんだっていうことが分かってね、こんな野蛮時代っていうことをその頃本当に考えたね。それで結局、よし、それじゃあ俺がそのあれを発見しようって、私はその辺が、無邪気なことも、それで、みんなができないなら俺がやってやるっていうことですね。それで、いや、私はね、その辺の発想法がね、ちょっと他の人と違う。今、折り紙でもね、まあ私が折り紙の名人だっていうのは、まあご存知の人はご存知だ、知らない人は知らないだろうけど、しかし、名人って言ってもね、知ってはそっとの名人じゃないんだ。俺一人がね、うまくできりゃいいってもんじゃない。本当の折り紙の折り方をね、一人発見すると、みんなが折れるようにすると。これが私のあれで生きてたわけですね。まあ、今もね、折り紙号までに夢中になってる。折り紙号は、もう、おととしの秋から夢中になってるわけだからね。それで毎日折らない日はないくらい折ってる。それで毎日回してた。ところがね、
折り紙も巻き出す、その一枚の四角い紙でこうコマの形を折って、それに用事かマッチの方を差し込むわけですね。普通のこう木のコマだったら、まず中心があって、そしてそいつを回しているところをこう外から削るんだから、これはまっすぐできに決まってる。これは折り紙も回す、後からこう中心つけるわけですね。そうするとこの軸のね、端方でね、どうしてもグラ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 するわけです。回るのにね、そこをいかにさとこう進んで回るコマを作るかって、それに一生懸命になってやってきたわけですね。で毎日やってって、この頃ようやっとその決定的にね、まっすぐ回る回るコマっていうのが、ね、できたわけです。でほらこいつはね、なかなかみんなあれだったら、昔だったらその辺秘伝にすると思う。そして秘伝にしてですね、俺一人が折り紙でごまの名人になる、そういう発想だ。ここは私がそうだね。どうしたら それがね、まっすぐ回るコマができるかっていうのを口で言えるまでにやるんだから、そしてそのやり方さえ本当に自分が発見しですね、そしたらそれを言葉で言う、そして言葉で伝える。だから私の場合、俺が担任に、コマでいや名人になる、あるいはまあ誰にしても俺一人が悟り知り合いて、俺一人が偉くなるっていう、そんなのは興味ない。私の興味があるのは、俺が、私だから若い頃から、俺は地獄巡りから出発するっていう気分だったので、それで確かに地獄巡りやってきてるわけです。そして、結局俺一人が偉くなって、俺一人が悟り開いたんじゃ面白くない。そんなんな全く意味ないと。そうでね、私は地獄巡りして、地獄の底からですね、極楽の連帯まではしごをかけるって、そうしたらみんながそのはしごでその極楽行く道ができるはずだっていうのが、それが私の信念で、まあできるだけ私はだから苦労するところが、一生懸命苦労すると同時にそれを言葉で言ってですね、言葉で表現して、これはこうだからこうだこうだって言ってね、この筋道を立てて、そしてみんなが納得してっていう、そういう生き方してるわけですね。で結局の話ね、今の場合の、何の失敗かっていうのそういう話の VTR 考えになっちゃうんだけど、つまりだね、結局は、私一人が偉くなるんじゃなくて、そういう、筋道立てて、誰でも いけるっていうね。ところが、今の時代ね、今、あれです、一体人間として生まれてきてた、そして、どっちの方向を向いて生きるべきかっていう話ね、問題ね。これ、家制度が確立していた時代だったら、俺は親父の後を継ぐ、それからまた、国家のために尽くすって、もう話は決まってるわけですよ。ところが、全くまっさらな純粋の一個の人間としてどう生きるべきかっていうね、その狙いですね、生きる狙い、これは何か、まあ今の若い世代みんなそれを、もう親の後を継ぎゃいいっていう時代じゃなくなったんだから、そうするとそれ悩むと思う。ところがそれに対して純粋な一個の人間としてどう生きたら生きるべきだっていうねことを言って聞かせることが、まだ決まっていない時代だ。
結局はそこが問題だ。つまりね、その辺本当にはっきり口で言ってたね、この人間として裸で、裸の人間としてだ、この家とか国家とかっていうのを考える以前に、裸の純粋な一個の人間として土地の方向を向いて生きるべきだ。これが今の問題ですよ。それみんな知らない、親が知らないからね。だから結局若い子供のやつはさ、それでこう若い子供は無邪気に遊んで暮らせる時代なの。ところが自分へ行って、何しろって言って、まあ、いじる、散々いじめられるんだからね。一体俺何のために生まれてきたんだって、子供だって考えざるを得ないじゃないかと思った。いや、私毎日、あれなんですね、藤川めり散歩したり、参加してるけれど、その、小畑の方でもね、暴走族っていうのが多いんだ。それこそ、オートバイを行くけど、ひどい音をさせてね、走ってる。私もああいうのつかないの、静かなの好きなの。それだから腹は立つことは腹は立つけど、また同時にね、ああいうことをせざるを得ないっていう子供の気持ちも、十分わかるんでね、本当にかわいそうだ。その辺ね、どっちの方向を向いて生きなきゃなんないかって、子供たちが言い始めたと。今の親たちは何て言う、ただまあ勉強して、いい、なるべくいい大学へ入る、これバカだねということで、本当にバカだ。これバカだから、まだ子供としちゃ親父とおふくろは俺を夜中のカスとしてる、うちめやって、本当に親への面当てに、その、暴走して、それでぶつかって死んでやれと、そういう気になっちゃって、本当の気持ちで本当によくわかる。痛いほどよくわかる。それで、これがね、今日の問題だ。で、結局の話、思うところも、我が子は我が子。命としても確かに続きって、そういう時代ならそれはいい。ところが、もう今の時代は、思うところは我が子も他人なんだ。それで他人のために何もどっちの方向を向いて生きろっていうことも教えることもできない。で、子供を産んじゃうんですよ。俺ね、誰だって子供は、いやだから私がこれ、憤慨して喋ってんだらね、今のこれから生まれてくる子、これ今育っている若い世代に改善して言ってんですよ。本当に文句言いたいから言ってる。それでね、だからまあ私の弟子たちも、そのあれだね、結婚するっていうと、まあ、結婚はいいけれど、子供だけは産むんじゃないのって、まずそういうんだ。ところがちゃんと作ると、なら、ほら、作ったなら、まあ、そうすりゃ、それは、やっぱり我が子だ。これね、大切な狙いはどこかっていうと、思うところは、我が子も他人だ。思えばこそね、みんな我が子も他人に離れるんですよ。これでね、大切なのは、命としては確かに続きなんだ。これ、確かに、その、我が子を産んだってことは、親の命が続いてんだからね。それだから大切なのは命に帰らなきゃダメだ。それを頭の先っぽで、それで言葉で言って聞かせよう、そしてなんとか勉強しろ勉強しろって言っていい大学へ入らせよう、そんなことでね、言葉が通じるはずないんだ。そうでない、命として確かに続きなんだから、どこまでも恩命を拝みつつっていうだけが大切だ。それで、いや、この前も、あれなんですね、
子供ができない。で、子供ができないって寂しいですっていうのを、もう私ついたんで、ご夫婦できた。子供できないの大いによろしいって言った。それで、私だって、弟子たちに子供を産むなんていつも言うんですね。それで、しかしながらね、同時に、その、もう、死に近い人だから、会社に出てても、その、もう、あれだ、部下の人も、いるわけだ。その部下の人をね、我が子と思い、それで、大事にしなさいよ。オスがね、我が子がいないからって寂しいって、今の我が子っていうのはみんな、夜なべとかすか、ペットじゃないか。はい、話が。みんなペットが、運転のね、人生寂しいもんだから、せめて我が子を産んだら、知ったらなんとかなるかと思って、運転だ。あれで、これ、今ペットが流行ってるっていうのはみんな人生寂しいから、あれがペットぐらいでもって人生を任すっていうのは情けないと思わなくちゃ。大切なのはね、俺、命としては、まあ、確かに続きっていう感じでね、命の、我々、どっちにどう転んでもね、私っていう人間は、私が働くところに私がある。そうすると、働いてるところはみんな我が子。そうすると、この我が出会うところを、どこまでも大事にする。そうすると、みんな我が子。その点は私なんかあれだもんね、晩年豊かだ。弟子たちがあった、たくさんいてさ、それで弟子たち、俺、バーボよりみんな、あれですよ、私によくしてくれる弟子たちばっかりだ。これ、まあ、こんなのもったいないと思うから、こんなに俺、うまい生き方しようとは思っちゃいなかった。だから、もう本当に結構な晩年になっちゃったね。これ、ユダは、みんな自分の中身だ。それで、あれだから、まあ、子供産むなよって言うけど、子供産みゃ、もうこれもう、孫だと思って見てるから。よく、どうせこれ、あれですね、弟子の結婚式だって出たことはないし、ただ、結婚したっつって連れてくれ、あそか、うちで嫁なんかっつって、みんなこう、自分のものにしちゃってる。そして、子供はあんまり、産むなとは言いながら、産むにゃ、これ孫だと思っているんだし。そうするとみんな、私の中身が豊富になってそういう生き方しなくちゃダメだ。結局ね、それが三害は、みんな、まあ、その中の修行をことごとく我が子っていうね、お釈迦さんが言ってるけど、本当だ。これで、三害はみんなを自分のもんだと思ってね。そしてみんな、出会うところはみんな我が生命なんだから。みんな我が子だ。そしてその中の修行をことごとく我が子。それで、もうこれ、まあ、私のなんかの場合、子が一つでも、コマは私もおもちゃ箱にたくさんこう、きれいな色をまあたくさん入れ持ってるわけだね。こいつまあ回しながら、これみんなは、そうするともう、コマ回してるだけでもう、こういうだもんだね。これ、まあこれ、私ね、この前もテレビで持ってコマ回したらね、連れてきた人がいたの。おじさんのくせにね、コマ回してるってね、もっと修行してもらって、それから修行した挙句に、あれだったら人を採用してもらわなきゃ困るって言って言ってきた人は。それはどうだ。しかしながらね、私その人に手紙書いたのはね、ただ修行だけっていうためにはね、この人生ね、ちょっと長すぎる。それで、何のことはない。例えば、お仏像を作るのも、大仏さん作るのもあれ遊びだ。それから大きな大伽藍建築するっていうのも遊びだ。それから、わけのわからないお経を読んで、そして、
バカにこう着飾っちゃって、それでポンポンポンって言って、応用やるのも遊びなのよ。なんだ、ここはそういう遊びだったらみんなお金かかる。それに対して、コマはお金がかかる。から、無邪気。それで、誰でも遊べるし。そう書いてあったの。そしたら、その人なんだ。臨済で悟り控えてる。そしたら、臨済の人は、まあ、型に入れないと気が済まない。そういえば、重牛の図っていうのはね、最後に、なんだ、入殿水種っていうのが、第十。入殿水種っていうのは、結局は、ははあ、あなたの駒っていうのは入殿水種でした。それで、そのバカに感心して、返事くれたっていう。何そう、そう言わなくたってね、どうせ人生ってのは遊びで遊べる。遊びで遊べる。しかし、それでもってみんなバカ乗ってきたらみんなバカ乗った。まあ、そういうようなっていうと、少なくとも人生ね、豊富なんですよ。豊かな。今の人間っていうのはみんな貧乏症。本当に貧乏症だと思う。俺の、財布の、あればっかり、こうですね、こうして、金勘定ばっかりして。それで、晩年中と、晩年を暮らすために、俺だけ、金があるだろうか、ないだろうか、そればっかり心配。こんなね、金なんてものはね、心配するやつはバカ。本当に金がなくなって、私、悠々生きて、これで別荘をつけた。本当にね、その辺ね、豊かな生き方ができるわけ。これが今の人間は本当に日本人は貧乏症だと思うね。それっていうのはこっちから手出すから。少しでもね、取れるもんだけ取っとこうってこういうあれだから、それはなくなっちゃう。いや、これ、私つくづく思うけど、大垣に行った時ね、大垣っていうのは水と大垣っていうくらいね、水が豊かに湧き出てくると、町だった。だから、くず餅ね、冷やしたくず餅っていうのはあそこの名物だっていう。ところがね、工場を誘致して、そして、工場がじゃんじゃんこと、水の出るところだからもっと組み上げたらもっと出るだろうって、これからのあれしたわけ。それでとうとう水が出なくて、無限に湧き出る水脈をだって、ポツンと切っちゃう。それで水が出なくなった。私、大垣に行って、水の出るうちっていうのは本当に2、3軒しか見ていない。そのくらい、ああいうのは貧乏症だ。だね、貧乏症っていうのは今の人間みんな貧乏症だ。無限に湧き出てくる水脈をポツンとみんな切ってるわけ。それっていうのはこっちから手出す。これ、私は全然手出さないから、コンコンとして湧き出てくるんだと思う。それで、こっちで、その辺の生き方がね、大切なところだ。なるべく通信前から通信心ですね、嫌いになる。で、まあ、結局、我が子に、だからこれ、我が子が何のために生きるのか、どっちの方向を向いて生きるのかっていうのね、それに応えられるようにしようと。そのためにはね、これ、この身は学道より引かれる身なりという、これが大切だ。そうするとね、こういっぺんに今まで夜鍋の数がひっくり返って、これ、天地いっぱいのとこから生まれてきたから、天地いっぱいのところを修行するというのは、これ、学道より引かれる身なりですよ。結局ね、何したってあった、天地いっぱいからの食べ物を食べ、天地いっぱいからの水を飲む、天地いっぱいからの空気を呼吸し、
天地一体からの命を生きてんだから、これもう間違いねえんだ。決してね、分がある、なんていうか、加工食品って言ってもね、それでも、その元当てで訪ねたら、天地いっぱいとか、はい、生じてんだから。それをよく知らない。加工食品って言ったって、ただ、その人間の頭でも、これ天地いっぱいから働いてある人。これ天地いっぱいでないものは何もないんだ。で、この天地いっぱいのとこから生きてんだから、天地いっぱいのところへ帰るって、これが学道の源。これ道っていうのね、その普通は道っていうと自分より外の外側についてるこっちからあっちへ行く道考えるわけですね。ところが仏道の場合そうでない。仏法のために仏法を主す、すなわちこれ道なんですよ。あれこれ仏法っていうのは天地いっぱいの生命実物の話なんで、生命実物の生きてるから生命実物へ深まっていくっていうのは、これはどう仏道の人もね。で、それをその道を子供たちにも教えなきゃなんないところだ。それが今の人全くそんなこと親たち自身が考えたことないんだ。で、そうすればみんな子供が、俺だからもうどっちの方向向いて生きるか分かんないから、それでただいじめられるから、それでまあ親への面当てにね、ぶつかって死んでやられるということになっちゃう。それがもうもはやそういう子供がまた子供を産んでるから、これもう戦後でも。戦後育ったやつがまたそう子供を産んでんじゃからね、これ何代も重なってくればもういよいよ他人も他人だ。だからもういよいよこの世の中が他人ならいいんだけど、もう今の時代親子は恩的だね、仇だと思ってるから。これを本当に、実際にこのくらいならまだ儒教道徳のあった時代の方が良かったなぐらいのことなんです。いや、儒教道徳でもって決まってる時代っていうのはつまらないってことはつまらないじゃん。本当にのびのびとその純粋生命として誰も生きるってことが大切だもん。しかしその純粋生命を生きるっていう道を子供に教育にするってことがまた大切だ。この教育なしにこの子供を放り出しゃ、これは野蛮人だ。これ野蛮人が野蛮人を打ってるから、だからこういう時代になっちゃう。で、本当に産んだ限り無責任に産んでよかないね。夜中のカスとかペットぐらいでものつもりで持ってここはこう作って無責任に放り出しゃ、これは無責任に生まれたやつは、生まれさせられたやつは、それを恨むのは当たり前だと思う。で、その辺によく考えて、まあこう次の世代を育てるためにもお互い同士、そのあれですね、学童より来たれる道っていうのね、よくその親たち世代が修行しなきゃいけない。このところはそこのところで大切なところだと思うんですね。
実物だね。この生命実物としての自己を自覚しなくて、生命実物って言ったらもう、人実法世界に続いてるその身なんだ。その身をその本当に自覚することが大変。それで生じ古来真実忍耐なり。この身を身体を巡らして十悪を離れ八戒を保ち三宝に帰依して鮭出家する真実の学道なり。このゆえに真実忍耐という。この本当にね、真実忍耐をその本当に自覚してくる限り、当然ね、具体的なケチいっぱいの命を生きてるんだっていうことを自覚した限りは、まだ天地いっぱいとしての実際的行動ですね、もう出てきているわけです。それが十悪を離れ八戒を保ち三宝に帰依するというのはね、大体これ我々がまあ一生というと何十年生きてくるわけです。何十年生きるって言って、まあ私もとうとう75になっちゃうじゃない。75年ってそんなに生きるつもりはなかったんだけど、75年生きてきてるって、これやっぱりね、その間に、いつでも今の意義は今しながら生きてるんだ。これは恐るべきことだね。これ、私の一生において一体いくつの生きをしたのかって、まあこれ、コンピューターでも、あれして一遍計算してみたいと思って、このとにかく随分たくさん生きしたいと思って、とにかくこの一生っていってこう続いている命だって、今の生きは今するっていうことで続くんですよ。だからね、そうするとその天地いっぱいの命を生きるためには、天地いっぱいの息をいつでも今ここでやんなきゃ。それが十悪を離れ、八戒を魂、三宝に帰依する。まあ、大体十悪っていうのはね、摂政、中等、邪淫、妄語、非語、不悪、不良、悪悪口ですね。それから、病舌っていうのは嘘つきだ。それから、貪欲、真意、邪言、まあ、それが十悪ですが、それを、そういう重悪を犯さないというのは重善後ってことだね。で、結局そういう悪業は苦業を招くっていうね。要するにそういう悪業をやると苦しみに結果を招くからっていうことで、八戒っていうのはね、この大体在家の人が一日一夜を期して保つ解放っていう、結局五戒っていうのがあって、不摂生戒、不中等戒、不邪淫戒、不妄語戒、不妄語戒、これがまあ五戒ですね。それにあと不幸誘図心戒っていうのね、まあ例えばお寺でもってなんかお湯会とかなんか今日本ではやるけど、ちょっとお湯会なんていう場合、もう泊まり込んで、その間は、あんまりこの、香油を身に塗らないっていうことね、あんまりお化粧しないっていうこと。それから、深く感情会ってこと、まあそういうお寺に泊まって、そして修行するときには、テレビだとかね、それから映画とか、それからお芝居は見ない。それから不幸子大紹介だ、これはあんまり、立派なベッドに寝ちゃいけないっていう、その3つが付け加えて8回になる。さらにその間日中一時期にするっていう時には再会っていうのは加わるね。それで八戒と、それから再戒を守ると八再戒、これまあ
今ビルマやセイロンタイなんていうね南方仏教の人たちはそれよく守ってるね。それからキエ三宝っていう、キエ三宝の三宝とはね結局非常気象だから、これ本当にそれが行き着くところは行き着いた生き方だから。つまりその人実崩壊猫真実忍耐、これを生きているから天地いっぱいの命が生きているから天地いっぱいの生き方をするということです。わかりやすいですね。それでそのだから仏教でね本当はそういう、まあ、八戒とかねいうのがね決してね自分より外側にその仏教っていう集団が設けた設定したね戒律じゃない。そうじゃない。自分が自分を本当に愛したらそこのずから八戒っていうものが出てくるってことですね。天地いっぱいの生命を自覚したところそのずからそういう生き方ができる。それで、留学を離れ、八戒を保ち、三宝に帰依して、鮭出家する。鮭出家する、真実の学道なりと、これはね、何も、坊主っていう職務表になれっていうんじゃないです。これね、本当はね、いつも我々、この頭の中でね、俺俺って思ってるじゃない。これ俺俺っていうね、こう言ってる。これがね、がっちゅう城です。あるいはがっちゅう家だ。これを手放すのはね、遊女を出家だ。お釈迦さんが城を越えてっていう遊女ってね、城を越えてって言うけど、何あったし、自分の頭を手放しにして、あした時出家だ。から、もう自分のこう、俺俺っていうのを手放しにしたところを出家だ。で、だからね、決して、鮭出家って言って、その坊主官僚への転業じゃない。そうでない。今、ここ、自分の頭を手放しに、だから、ね、皆さんそのまんまで自分の頭を手放しに、我を手放ししたところは鮭出家。ただこの鮭出家、手放し手放しをだね、百千万発して、これで、どうせね、その手放ししっぱなしってことはないんだよ。どうせ手放したと思ってまたすぐ使うんだし、俺うまく、俺はよく手放したってまた使うんだそういうようなね、あれなんだか、俺も手放し手放しでやるようにします。そういうのをね、それだけは解決保った。で、そういうのはね、ハルタイ牧者って言うんですね。このハルタイ牧者ってまあ文語なんだろうがね、これは別ゲダスとかね。あるいは照準下脱されない。だから反対国者って、まあ、相当ね仏教勉強した人なんかでも知らない人多いんだね。いや、駒田大学の生徒で、反対目者って何ですかって、私も呆れた。そのくらいね、反対目者っていうのは、今、日本の仏教の人たちに教えていない。ところが、これ、反対目者ってどれほど重要なことかっていうとね、お釈迦さんの遺言であるね、遺教業っていうのがあります。これ、お釈迦さんが亡くなられ
最初の時に説かれたお経が、それの初っ端にね、こういうふうに出てる。何だちびく、我が滅亡において、まさに腹大目者を尊重し、陳教する人たちの尊厳、そして本当に敬わなきゃいけないというね。暗に妙に入ってる、この真っ暗の中で光に出会ったよ。それから、人間の宝を売るがごとして、貧しい人が本当にお金に出会ったよ。まさに知るべし、これすなわちこれ、何たちが大事なって、これ、腹大目者こそね、本当にお前たち の, 師匠であるぞって、こういう。で、もし我に、我より有するとも、我に異なることなけんで、お釈迦さんがね、自分が、まあ、一生生きたとしても、この腹大目者を言うだけだって、ね、それで、会はこれ、小順下脱のお隣、春がゆえに腹大目者と名付けて、これ、それほどね、腹大目者ってね、大切にされてる。それから、遊興行の最後にはね、事故にも、我が諸々の弟子、転転してこれを行でも、すなわち、如来の星に常にいまして、滅せざるないともある。つまり、それほどね、腹大目者っていうのは、大切なこと、お釈迦さんの最後に説かれた、自分の代わりこれを残すぞって言われてる腹大目者。ところが日本の仏教ではこの腹大目者ということを全く説いていない。これって私にはどうしてだかわからないけど、とにかく今までの坊さんがあんまりバカすぎたっていうようないとかね、あんまり怠慢すぎた。これは腹大目者って何かっていう、結局今言うように何十年の命を生きるんでも今ここでもって生きは今生きするんだ、今の生きは今しつつ生きてんだぞっていうことね。でそれと同じように本当に大切なのは本当の生命実物ですね。天地いっぱいの命っていうのも今ここで天地いっぱいの生き方をやるっていうことのだけど、だから何たち転転してこれを行ではこれ今とこうねやっていって初めて成り立つんだ、こういうことだ。それだけです。それは全く見失った。だから今真実忍耐って言ってもね、かっちり決まった指令のあこれが真実忍耐ってね、あれね、博物館に陳列しておくような代物じゃない。今を自分が生きしつつ相続している、それで初めてその生き生きした悟りだ。その悟りっていうものはこう固定してね、固形物としてそれは悟りの未来博物館に陳列する場所ね。そんなもんじゃない。今の生きは今しなくちゃ、これ今の本当に悟りは今の悟りは今悟っていかなくちゃ。だから冷めていく、これが発心百千万発で、このゆえに真実に対する功が必ず自念権の下道にどうすることなかった、煩悩即途絶えてねそんなこと言ってね、それでも修行していくのをやめちゃった。俺はもう悟ったんだからそれでいいんだ、それでやめたんだ、それじゃあ今の息や今しなかったらもう死んでんだ。でどこまでもね行事で転転して行事でいく。だから現状法案の巻にもあった、天地いっぱいの風は天地いっぱいの風がある、風生上流だ無所不修だ、しかしながらそれ天地いっぱいの風のあれはあるんだけど、ここで今ここを煽りで始めて風が出る。だからそれを天地いっぱいの風があるからもう煽らなくて
口じゃないかっていうの、それが天然下道ですね。この自然圏の下道に通ずる細なかに結局あれ現状公安でいや徳一方通一方一方を超えては一方に通る、それが無一行主一行、一行に出会っては一行にを出する、それが大切な。結局出会うところは生命としていつでも出会っていることですね。で、百条大自然寺の曰く、もし本性上本下だ、本来は俺はもう性上なんだ、それで本来俺は下だしね、だから自らこれ別俺はもう悟ってんだしね、あるいは自然家全道のものだ、そういうふうに考えるのはすなわち自然下道に属する、これそういうのを自然下道天然下道、これら感化のハグにあらず、これはね、まあ百条大自然寺の言葉は素晴らしいということを言ってるわけです。で、感化のハグっていうのは役にも立たないね、その破れ道具じゃないぞっていうね。百条のハグも上でもない。じゃあ今の息は今しなーっていうと、それじゃあ今だけの話かと思うとそうでない。それでもって一生っていうね、長さも出てくるわけなんだからね。これただ瞬間的な話だけじゃない。その反面がそれで寿命っていうものも成り立つんだから。だから悟りっていうのも今サメサメっていうとね、今だけの話かと思うとそうでない。それでもってまた悟りっていう寿命もある、出てくるわけだからね。で、シャック類読ってこともあるわけだ。シャック類読がないとはいかない。その辺、男女の二件を、男件もいけない。条件もいけない。で、そういう二件を持ち上してレールを始めるんだ。男件でもない、条件でもない。そういうのを飛び越えて。で、レールを始めるっていうのは隠れてるところがないっていうことで、脱落して女刀を得るな、墓長も脱落も同じ意味ですよね。大体まあ女刀を得るっていうとね、藤のごとく木によるっていうと、こう藤が木にこう絡まりついていく姿ですね。でこれまあ普通はね、あれだ、煩悩が気迫するということに愛してるわけですが、ここじゃそうでない。脱落した与党永住っていうからね、これは結局ね、出会うところ我が生命としてどれも出会うっていうことだ。で、要するにね、我々自分っていうものをね、ほろっとこう自分中種があって、それであれ生きてんじゃないんですよ。自分っていうのは生命なんだから、働いていろんなこと働いてたところに自分の生命がある、でしょうかね。だからさっきも言ったように、私はまあ私のやること何でも出会うところ我が生命っていうんでずっとやってきたけど、こいつよかったと思う。そうすると出会うところは我が生命って、それでもってみんな出会うところはみんな我が子になっちゃう。そうするとその晩年も豊富になってくるわ、豊かになる。これそうなしにちょっとでも俺の役に立たないことはやらないってね、愛してこう 何も俺の得しないことには手出さないで愛したらね、だんだん自分がなくなっていっちゃう。そして自分は本当に最後には空気が虚しくなっちゃう。そうでないね、人間というのは生きてるってことは働きで生きてるんだから、働くところどこでもみんな我が子と思って出会ってる。出会うところ我が生命の分身だ。
あの我が子ですよ。で我が子として出会って言うと、そうするとあれだね、みんな我が子になっている。そうすると自分の生命が豊かになる。自分の生命の豊かになる生き方しなくちゃダメだよ。晩年になってその俺は寂しいんだ、それでもってただ俺の、まあ一生食うだけの生活費はあるで、いくら